はい先生こんにちはカイロベーシックの古谷です本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございますさて本日の動画ですけどもこちらになっております、えー、無形エネルギー共鳴療法アドバンス空間呼吸療術、えー、点が入って創造という,う新しい dvd ですね、えー、そのご紹介をさせていただきたいと思いますはい。 えー、テーマあーいっぱいあザズラザラと書いておりますけどもお一番最初の無形エネルギー共鳴療法無形療法の紹介ということでお話しさせていただきたいと思います。 今回ですねこの無形療法アドバンスですね実は2017年にですね立川先生という先生がですね創始されて今回2017年に弊社の方からその DVD セミナー DVD を発売させていただきました。非常にですね大反響があった、まあ、療法を まあ、主義療法だったんですけどもおこのお主義療法無形療法ですね本当にねたくさんのお方に先生方に、えー、手に取っていただいたんですけども実はですねちょっとまあ裏話というかあ,あったんですけどもこのお無形療法第1弾の無形療法ですね、えーまあ、DVD が出すというふうになった時に本当にね、えー、出さないでいただきたいというようなことが立川先生の元に結構届いたそうです。はい でも本当に皆さんに知っていただきたいということで最終的にはです、ね、皆さんに同意いただいて無形療法というのを公開させていただいたんですけども今回、その無形療法の第2弾という形です。 はい、こ「アドバンス」って書いておりますけどもおまあ一応第2弾ということで「えーまあ、アドバンス」これ上級という意味なんですけどもちょっとあとでお話ししますけども上級って書いてますけども実はよりり簡単になっております、はい、これはあとで説明したいと思います。で、えー、その第1弾のこの無形エネルギー共鳴療法無形療法って何なのかってちょこっとだけお伝えしたいと思うんですけども無形療法というのはですね、えー、まあ良いエネルギーを 患者さんに入れて悪いエネルギーを出すというようなま作業でございます。そういうふうなまエネルギー療法なんですけども、特徴がありまして、そのエネルギーを入れるときそれから出すときっていうのが、あ結局じ治療科の先生方が先生がどういう状態にいたらいいのか。 これモデレーションモードっていうんですけども立川先生はフワットモードとかってね話する時もありますけども自分自身がこれモデレーションって中揚という意味なんですけども自分自身がナチュラルな感じですねそういったモードにならないとやはりそういうエネルギーがうまくこう伝わって出すこともできないということなんですね。 はい、で、えーまあ、そのおモデレーションモードになる、えーまあ、ワークですねそういったものをお無形療法第1弾のセミナー DVD でお伝えされておられます非常にねこれ大反響がありました、はいまあ、できるようになった方もいらっしゃいますしそこから応用して、えー、立川先生よりも結果を出してしまうという、えー、ことも起こりました、えーまあ そもそもそのこの無形療法というのは受講生の方がです、ね、本当に結果たくさん出されていて、はいえー、田治川先生も私よりも結果を出してますというふうに公言されておられます、はい、そんな、えー、療法主義療法になエネルギー療法になっております。はい とということで、えーまあ、無形エネルギー共鳴療法はそういうものなんですけども2つ目空間呼吸療術と創造についてということなんですけど、えー、満を持してですね今回、えー、その第2弾無形療法の第2弾ということで、えー、立川先生がまとめられたものなんですけどもまずはこの空間呼吸療術って何なのかということなんですけども、えー、立川先生があ、まあ、いろいろこうエネルギー療法をやっていく中でやはり非常にそのまあ 元に戻ってしまうということもやっぱりあったと。で、えー、まあそういうことがあった中で、えー、実際にこの姿勢ですね、エネルギーを通しやすい姿勢というものがあるということなんですね。それを見つけられたんですね。で、その場所があるらしいです。まあ姿勢を制御しやすいというか、エネルギーを通しやすい姿勢を制御しやすい部位があるみたいで、その部分っていうのをおまあ改善させていく。それを呼吸 で改善させていきますで、誰の呼吸かというと実は治療科なんですね治療科の先生がそれで検査をします、はい、治療科の先生があ呼吸がいいところ部分を探してえ患者さんのその姿勢を保ってもらうそういうことによって体を改善させていくっていうのが空間呼吸療術になっております、はい、でこのアルファベットが入ってます SOZO 想像についてなんですけども、えー、これ 私の長年のですね、えー、ま悩みと言ったらちょっと深すぎるんですけど、おーテーマだったことを立川先生が答えくれました。えー、どういうことかというと、私まあ手術してる時に、えー、ま患者さん喋りながらだったらいいんですけど、喋らなくて集中してる時ありますよね。し、まあ手術する時、その時に。 自分がどういうふうな言葉をつぶやいていればいいのかとか、まあ、どういうふうに思っていればいいのかっていうのは、まあ、あの何も考えないということも重要だと思うんですけど例えば言葉がけをするときに心の中でですねでも何か見当たらないかったんですけども今回この「想像」を見させていただいた中で答えがありました。 ちゃんと立川先生はやっぱりやってるんだなっていうのが思ったんですね。はい。で、この創造に関して、えー、実際にですね、えー、たくさんの先生方が使ってですね、効果を出されてるんです。ちょっとこの次行きましょう。結果を出している他の先生の臨床動画ということなんですけど、えー、今回ね本編の d v の中で入ってますけど、立川先生の臨床動画も入ってます。立川先生の治療院の中で撮った撮影した動画なんですけど、実はですね。 立川先生の想像を教えてもらった先生方もたくさん入ってるんですよ。はい。その、えー、まあ教えてもらった先生が想像を使ってさまざまな症状を改善させているんですね。うん、で、私が美味しいなと思ったのが立川先生のやり方の想像だけじゃなくって、えー、いろんな先生の想像のやり方を見れるんです。で、先生がやられることは、先生が見てほしいところは。 立川先生のやり方だけじゃなくて、他の先生の創造のやり方を見てほしいんです。そうすると自分に合ったものを選べますんででやってること、心の中でつぶやいてることは一緒です。はい、えー、立川先生3つちょっと言いますと、想像は3つ言葉があるんですけども、どれ選んでもらってもいいんですけど、えー、その3つの中で選んで、えー、つぶやきます。はい、もうちょっと言っちゃうとで。 おそらくその教えてもらった先生方はそれぞれやってると思うんですけどもその言葉掛けその前に入る言葉掛けであったり立ち位置であったりそういったものっていうのを学べますので今回非常にねここはもう必見だと思います。他の先生の臨床動画もうこれ見るだけでもうすごい価値高いんじゃないかなと思いますので是非ねこの辺り見ていただければというふうに思っておりますはいそうそう素晴らしいいと思います。 で、えー、続きましてやってみました。動画ということなんですけども、えー、今回ね、えー、ちょっと空間呼吸量図、創造と両方ともちょっと挑戦したいなという風うに思いますので、えー、ぜひ見ていただければと思います。それではどうぞ。はい、それではやってみました。動画あやっていきたいと思います。えー、空間、呼吸量図とソーですね、えー、そちらの方を2つやっていきたいと思います。はい、それではどうぞ。 えー、ちょっとカメラの方向かって立っていただいて、はいえー、とやはり検査の方をちょっとやっていきたいと思いますので効果を、ねえー、見ないといけませんのでちょっとだけ肩幅に足を開けてもらって、はいそうですね、もうちょっとちゃんとお、えーね、立ち位置も決めないといけませんので、はいはい、じゃあちょっと見ていきますまず肩のお上げ下げですね、はい、ちょっと、ね、ここら辺でも肩がこれ以上いっちゃうと,ちょっと肩潰れちゃうような感じです。はい 今度左行きます左はねわりかしでもやっぱこの辺りちょっと硬いような感じまあでも右の方がちょっとなんかきついなという感じがします、はい、でちょっとご本人さんに聞いたんですけど肩がねいつもなんか重いような感じがするって言われたんですけども肩ちょっと上にこう上げてもらいますからちょっとやっぱ重い感じこの感じ覚えておいてください多分いつもこういう感じなんでわかんなくなってますよね多分ね今の重さ見といてくださいねはい。 はい、といいう状態でございます、はい、じゃあちょっと向こう向いて立っていただけますか。はい、じゃあ今からですね、えー、空間呼吸療術の方をやっていきたいと思うんですけど、えー、ここからですね結構無言です。あのー 当然ながらあの空間呼吸療法するときは患者さんにいろいろ指導したりしますけども、えー、想像もそうなんですけどやはりこうちょっとあんまり言葉しゃべらないくなりますので、えー、そこをご了承いただきたいと思います。まあ、患者さんの会話はね、えー、したいと思いますけども、えー、若干私こう無言になる時ありますけどもおそのあたりはちょっとご了承いただければというふうに思います、はい、じゃあちょっっとやっていきます。 えー、ちょっとですね顎を少し上げてもらって軽くあそれでいいですか、はい、今度はちょっと顎をずっと下に下げてもらいますがはい、はい、もう一回ちょっと顎を少しもうちょっとだけ上げてもらってあげてもらってあっすいませんはいはいちょっとここで深呼吸を3回ぐらいしましょうか はい結構ですちょっとおこの状態から少し前かがみぐらいになるような感じ、はい、今度は軽くここからちょっと胸を張っていくような感じですねあここですねはい OK です はい、ここで深呼吸ですね。また三回行きましょう。はい、結構です。はい、じゃあ、ちょっと前向いてもらいましょうか。はい。はいま、じゃあ肩幅開いてもらって、はい。 さてこの状態どうなるかこの状態の時にまだ取れてなくてもいろいろやっていく方法はあるんですけどもこれはねえ立川先生がまた DV の中でちゃんと説明してくれてますどういうふうに取っていくのかどういうふうにやっていくのかっていうのもや教えてくれてますのでそこをね参考にしていただければと思います今回あくまで一例ということやり方はね、はい、じゃあちょっと行きます,すごいね <laughs> はいさっきと違いますよねはい 結果出るんですよね。全然違いますよね。これ本当に変わってます。はい、これえっ、ー、と空間呼吸療術をやっただけでこうやって変化しちゃうんですね。はい。えー、ちょっと私やりながら自分でびっくりしてるんですけど、こんな効果あるんだなと思います。はい。で、えー、ちょっと肩肩もねちょっと見ていただければと思うんですけど、まだこれからね想像もするんですけど、えっ、ー、とちょっと肩上げてもらえますか。最初と違いますか。違い,すか違いますか。あやっぱりちょっと変わってますね。 はい、じゃあもっとですねもっと取りたいんで、えー、これからやっていきたいと思いますじゃあちょっと仰向けになってもらえますかはいそれでは今から想像の方もやっていきたいと思います。 えと今私、えー、無言でやってますけども、えー、言葉を出してもいいそうです、はいでえー、想像の場合は本当に言葉を心の中でつぶやくだけですので、まあ、やり方等々もこれ DV の中でしっかり立川先生があお話しされておられます、はい、ではちょっと立っていただきましょうか、はいえー、もう一度ちょっと肩の検査とお肩の重みちょっと見てもらいたいいます。 もうね、すごいんですよ、あの空間呼吸ロ図ズいも非常に良くなってるんですけど、えー、非常にね、両肩すごいがってますね、はい、今ちょっと両肩こう上げてもらえますか、はいで、多分軽くなってると思うんですけど、最初の一番最初始めた数値が10としたら、今、どのぐらいに減ってますか、軽さあの、正直に言っていただいていいんで。はい 半分ぐらいあいいですねえっとまあこれ今半分なんでもうちょっと何回か繰り返すと二とか三になってくると思いますのでまあこれはね数値は本当に患者さんの感覚なので感覚ベースなので難しいところあると思うんですけど患者さんがそう感じたということはそれだけやっぱり体に変化が起きているということでございますはい終わりますはいいかがだったでしょうか、あのー、自分で言うのもなんですけどおびっくりしてます えー、結果が出るんですねはい、えー、ちょっと仰向けになった時に、えー、こう触りましたけどもおなんかね感覚的にもなんか抜けていくような感じもしましたあやはりこう言葉でつぶやく何もしゃべってない時にやることってやっぱあったんですね私は、まあ ある先生からは「あ無」がいいよっていう話をされて「無」でもあったんですけどその「無」もするしなおかつ言葉でつぶやいてもいいんだなっていうのは思いました。はい、やははりこういうういい効果っていうのはあるんですね はい、ですから今回の創造っていうものは非常に、まあ、効果が高いんじゃないかなというふうに思いますそしてこの空間呼吸療立も僕実際にこんな結果が出ると思わなかったんですけどまあ呼吸自分自身の呼吸の感覚を見て治療科自体の呼吸の感覚を見てチェックしていくんですけどもこれね分かります、はい、先生是非やってみていただければというふうに思いますはい とといいうことでややってまました動画やりましたた動画り続きまして精通の流れがわかる臨床動画と東京大阪プレミアムセミナーということでちょっとねこの最初の動画分かりにくいと思うんで説明させていただきますと今回ですね特典本当に素晴らしい特典ついてるんですけども立川先生がですね、まあ、臨床動画ですねどうやって空間呼吸量術と創造をやっていくのか あの合わせて手術をやっていくのかっていうのをやってもらってます。えー、3つの症状ですね。椎間板ヘルニアもやられてますし、アキレス腱の痛みとかそれからえっ、ー、とちょっと急性の腰痛ですね。それを空間呼吸療法と創造で手術、えー、して行っておられます。非常にねこの動画も貴重で分かりやすいんで、えー、まあぜひねもう最初は真似るだけでもいいと思いますんで、えー、ぜひねこの動画特典動画ですので見ていただければと思います。で。 一番最後にすごいのが来てますね東京大阪プレミアムセミナーということで今回ですね立川先生お忙しい中ですね東京とそれから大阪ですね二カ所でプレミアムセミナーをやっていただけますで一番冒頭でお話し,しましたけど立川先生はですね本当にピュアな方なんですよはい えー、どうしてそういうことが言えるかというと自分のセミナーをやって、えー、受講生が当然活躍したら OK なんですけど、えー、それをですね、えー、結局自分のところに学びに来られた先生のことを素晴らしい先生でなおかつ私よりも結果が出されていると私よりもこの無形療法をよく使えますとか言われます。 えー、実際に、えー、まあ実際ねお話を聞いていくとあ確かにそうだなと思うところもあるんですけどもそれをやはり公言されているところがやっぱすごいなと思うんですね、えー、実際に例えばある療法手技療法があってそれを教えていくと薄まっていくっていうのがあるんですけど立川先生のこの無形療法の場合はなんか広がっていく感じが私の中であるんですねだからどん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 皆さんがアレンジメントしたり応用したりして結果を出されています。 はい、で今回の,このプレミアムセミナー、えー、立川先生、えー、そういうプヤアな先生なんで、えー、全く出し惜しみし惜みません、はい、実はです、ね、この撮影の前日にです、ね、今、撮られている前日に、えー、プレミアムセミナーではいろんなことをやりたいんですみたいなことが書かれていました、はい、無形流のマッサージとかね分かりませんやれるかどうか分かりません。 分かりませんけどいろいろこう考えられてるみたいで本当、えー、と出し惜しみしない、えー、もしかしたらこのプレミアムセミナー新しい技術が出るんじゃないかなというような感じもしてるんで、えー、ぜひねこのプレミアムセミナー,あー DVD についてきますのでもうただみたいなもんですよね、はいえー、このプレミアムセミナーぜひ受けて頂ければというふうに思います。 はい、ということで今回も DVD 盛りだくさんなんですけど最後にですね、ちょっとお伝えしたいのが、えー、さっきもちょっとちらっと言ってましたけど立川先生のこの受講されている先生すごい大御所の先生多いんですよそして結果すっごい出されてます白いの経営もむちゃくちゃうまくいってる先生多いんですけどその中でもですねえっ、ー、と例えば立川先生も年上の先生で 超大御所の方もこの無形療法そしてこの創造空間呼吸療法については太鼓板をされてるんですね例えば鍼灸師の宮脇先生ですね東洋針りの教会の宮脇先生この超大御所の鍼灸の先生もこの無形療法とそれから創造素晴らしいって言ってるんですね。でなおかつ使われて実際に えー、結構まあ難しい症例で,ですね、まあ、今難病治らないとされてる不治の病とかも、えー、結構ねそういった大御所の先生もすごい太鼓判を押されてねこの無形療法それから今回の創造ですね素晴らしいと言ってるんで、えー、ぜひね先生方の方にも書いてますけどもちょっとまたそれね、えー、ちょっと読み返して見て頂ければというふうに思います。 はい、えー、ということでかちょっとお話ししましたけどもぜひね今回の無形療法ですね、えー、アドバンスそれから想像をちょっとね、えー、見ていただいて、えー、先生の治療に活用していただければと思います。はい、えー、最後までご覧いただきまして、えー、誠にありがとうございました。